あいつらの2回戦は終わったみたいだな。なんとか勝てたみたいで。うん。でもレイちゃんの動きあんまり良くなかったね。やっぱり考えすぎちゃってるのかも。そうだな。アバシスはマスターをサポートしようとしているけど、マスターの方はそんなことは望んでいない。もっと対等なパートナーとしてアバシスと共に戦っていきたい。きっと。そうだね。でもレイちゃんも自分の役割を果たそうと必死なんだと思うよ。そう簡単にそれを捨てることはできないんじゃないかな。だよな。アバシスも間違ってるわけじゃないしな。だからこそこのタッグバトルが何かのきっかけになればいいと思ってたんだけど。そうね。あ、キリト君、ほらあそこ、次の第3回戦の組み合わせが告知されてる。あっちも私たちも勝ち上がっている以上、どこかで当たるのは当たり前だけど、ここでぶつかるなんてね。なあアスナ、ちょっと考えがあるんだ。あいつらを誘った手前、なんとかしたいって気持ちが消えなくてさ。そうだね。キリト君が言いたいこと、なんと。マスター、ついにキリトたちとの対戦が始まったのです。二人は強敵ですが、負けないように頑張るのです。ここにいたな、二人とも。キリト、アスナ、この戦い負けるわけにはいかないよ。本気で行かせてもらうからね。もちろんなのです。じゃあ遠慮なく行かせてもらうぜ。さすがはあの二人なのです。1回戦2回戦の対戦相手とは格が違うのです。マスター、大丈夫ですか？それはでも、マスターを守ることは私にとって一番大切な務めなのです。二人とも、ここに隠れてたんだな。覚悟はいいかな？マスター、危ないのです。マスター。わかったのです。じゃあ、行くよ。なかなかやるね。マスター、二人を追い込めているのです。ここで一気に畳みかけるのです。とても心苦しいのですが、マスターには数秒時間稼ぎをしてほしいのです。その間に私がとっておきの技の準備をするのです。はい、なので。はぁ、あ、負けちまったな。レイちゃんたちのコンビネーションすごかったね。キリト、アスナ。ああ、息もぴったりだったぜ。俺から見ても、二人の間にはパートナーとしての絆を感じたぜ。もしかして二人は。ん？いえ、なんでもないのです。さあさあ、それよりも次は決勝戦だよ。二人とも頑張ってね。